はい、皆さんこんばんは。今夜からアガサクリスティ特集3週にわたってお見せいたします。今日はその第一弾のオリエント急行殺人事件、オリエント急行最近再開しましたね。さあこの作品で一番面白いのはポアロ探偵ですね。さあ今日のポアロ探偵は誰でしょうね。けれどもこの作品超に面白かった。だから続いてナイル殺人事件が出ましたね。ナイル殺人事件、これはお船です。今日のは汽車です。ところがクリスタル殺人事件、しかもつい最近では地中海殺人事件、どん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 出てきますな。この映画の面白さはポアロですね。ポアロ探偵、このポアロ探偵がいいんですね。今日のポアロはまあなんとアルバート・フィニーなんです。あのアルバート・フィニー、トム・ジョーンズの華麗な冒険、クリスマス・キャロル、あの俳優が見事メイクアップしてポアロ探偵になっておりますよ。けれどもこれには何とも知れん殺人嫌疑者、殺人犯の嫌疑者が次から次、次から次出てくるんですね。それが名誉揃いですね。ローレン・バコール、うん、怪しいね。イングリッド・バーグマン、これだって怪しいね。ジャクリン・ビセット、これだって怪しいね。ショーン・コネリーも出てまいりますよ。それにジョン・ギルガーってうまいね、あのおじいちゃん。それからマーチン・バルサもいいですね。それにジャン・ピエール・カッセルが出てきます。でウェンディ・ヒラー、名優ですね、名女優ですね。それにアンソニー・パーキンスが出てきますよ。まだ出てくるんです。レイチェル・ロバーツ、マイケル・ヨーク、もう一人出てきます。怖いのがリチャード・ウィトマーク。さあどれが犯人か、皆さんご覧になって、これが当たれば見事アガサ・クリスティ級の頭ですね。監督がまたいいんですね。シドニー・ルメット、シドニー・ルメット、あの狼たちの午後、10人の怒りの男のあの第9監督がこのスリラーの監督しております。さあこれは見事な作品ですから、皆さんじっくりと見てもらいたいために2時間半の枠でお見せいたしましょう。これは1974年度の自慢の自慢の名作です。ゆっくりご覧なさい。後でまた会いましょうね。ママ。Thank you.
はい、皆さん最後に一人一人グラスで乾杯させましたね。ちゃんともっぺんみんなの顔見せましたね。うまいですね。それからイングリッド・バーグマンはこれでアカデミー助演女優賞を取りましたね。それからあのショーン・コネリの恋人のバネサ・レッド・グレイブ、この映画のあと5年でアガサ愛の失踪ですか、失踪事件、あのアガサ・クリスティの役をやりますね。それからあのポアロのアルバート・フィーニーはアニーでいいパパになるんですよね。それからまた地中海殺人事件、今度はピーター・ユスノフのポアロですね。これも今もう大喜びの作品になってますね。まあこの作品その皮切りですね、見事な作品でしたね。はい、文字が来ました。それでは次の作品ご紹介いたしましょう。遥かエジプトを舞台にアガサ・クリスティの悲劇が今始まる。莫大な遺産を受け継いだ美貌の女性をめぐる連続殺人事件、豪華キャストで織りなす複雑な人間関係。名探偵ポアロにピーター・ユスチノフを迎え、謎が謎を呼び第2第3の悲劇が起きる。より華麗に、より謎を秘めて、アガサ・クリスティ特集第2弾、ナイル殺人事件。ナイルを血に染めて華やかなハネムーンは終わった。それでは次週ナイル殺人事件をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。